おはようございます。センター長の杉山でございます。成果報告会の開始にあたりまして、ご挨拶させていただきます。まず、ソサエティー5.0というのが、我々日本が目指す社会でございます。これは、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立するという人間中心の社会でございます。 我々 AIP センターは、このソサ e ティ5.0の実現に向けて、機械学習を軸足に2016年度より活動を開始しております。でこの AIP センターのビジョンでございますが、まず現在、組織としまして、常設グループとして、目的グループ、社会グループ、汎用グループという3つの研究グループがございます。それに加えまして、えっと、企業との連携センターということで、NEC、東芝、富士通との3つの連携センターが動いております。 でこのようなもとで我々のビジョンをご説明いたしますと、えっと機械学習の技術が1990年代頃に、えー、統計的学習を中心にサイバースペースの技術として大きく発展しました。そしてそれが2000年代の IT 企業の勃興につながりました。そしてその後、皆さんもご存知のように2010年代に入りまして、神経科学的な学習、深層学習が大きな進化を遂げました。それによりサイバーフィジカル機械学習が実用化されつつあり、 我々 AIP センターとしましても、目的グループ、社会グループ、そして連携センターが一体となって、この Society5.0 実現に向かって研究しております。しかしまだ将来、未来がありまして、機械学習が本当に至る所で使われる世界というのが訪れると感じています。そこで必要となるのは、近い未来に必要となる技術は、限定情報機械学習、限られた情報からでも学習できる技術だと我々考えております。汎用グループはこういった新しい基盤技術を作る研究を行っております。 そして最終的に AIP センター全体が一体となって未来の AI 社会の実現を目指すと。こういったビジョンで AIP センターは活動しておりますで。センターは2016年度に立ち上がりましたが、一番最初は汎用グループと目的グループの2つのグループから開始いたしました。そして2017年度になりまして、AI が社会に与える影響を議論しようという社会グループを立ち上げまして、さらに NEC、東芝、富士通との3連携センターを立ち上げました。 そして2018年度に大体今の形になりましたが、各グループのチームを増強しまして、計52チーム、約700研究員の研究拠点として、各分野の研究を加速してまいりました。そして2019年度に、アドバイザリー・カウンシルという利権の中の国際評価がありまして、それを受けました。そしてそれに基づきまして、国際連携、インターンの制度を強化してまいりました。 実際、今、48の海外の連携パートナーがございまして、インターン生の受け入れの数も順次に増えてまいりました。そして、これらのパートナーと18回の国際シンポジウムを開催してまいりました。ところが、2020年度に入りまして、コロナ禍を迎えて、われわれの生活が大きく変わりました。そこで AIP センターとしても、ポストコロナを見据えまして、社会グループを増強しました。さらに、各チーム、グループをまたいだ融合研究を加速すると。 ということでまずはそれぞれのグループ内で連携を深めることによって、新しい技術を作ったり、理論を作ったりということをしてまいりました。さらにグループをまたいで、新しい技術で新しい分野を開拓すると、応用分野を開拓するといった活動を積極的に行い、さらに外部の組織と AIP 全体と連携するという形で、本当に網目のように連携を深めることによって、新しい挑戦を迎えております続けております。でさらに COVID-19 に関連した新テーマも創出しておりまして、 生活や社会を持続させるための研究テーマ、治療薬開発に資する研究、さらにはその背後にある基礎的な研究ということで、様々な活動を行っておりますで。今日のシンポジウムもございますが、まず基本的に研究成果をご紹介するのがメインとなりますが、各グループの研究成果の概要に関しましては、この後目的グループは上田より、社会グループは橋田より、そして汎用グループは私よりご説明させていただきます。 一方、専門家の方向けの各チームの研究成果の詳細に関しましては、AIP オープンセミナーにて別途報告させていただきます。この AIP オープンセミナーというのは、昨年の11月より毎週水曜日15時から17時に各チームがオンラインでセミナーを開催しているというものでございまして、これまで4ヶ月ちょっとぐらいで17チームがセミナーを実施してまいりました。各回のセミナーはビデオで録画しておりまして、ネットで公開しております。 これ全チームやりますので、このまま毎週続けまして、2021年の夏ぐ,夏ぐらいまでセミナーを実施する予定ですので、ぜひ皆さんも機会がございましたら、このホームページ見ていただいて、オープンセミナーご参加いただければと思います。でその他、2020年度、いろいろ受賞がございました。あと、産業界との連携センター、先ほどご紹介させていただきましたが、理科学研究所には企業との連携センターという制度がございまして、 これは企業からの提案をもとに連携センターを設置し、中長期的な課題に取り組む制度でございます。a i センターでは2017年度から5年間の計画で NEC、東芝、富士通との3つの連携センターを立ち上げております。今日のシンポジウムの後半では、各連携センターの今年度の研究成果もご紹介させていただきます。 最後になりましたが、AIP センターは特別顧問としまして、脳科学研究の世界的権威でございます、河戸光夫先生に顧問していただきます。今日は河戸光夫先生に特別講演として、脳が少数サンプルから学習する仕組みという題目でご講演いただくことになりました。私も大変楽しみにしております。以上でセンター長からのご挨拶を終わりにさせていただきます。今日はどうぞ2時間余りでございますが、よろしくお願いいたします。